スター名、アーチャー自転車用マエハーブ同じくフリーホイールスター名アーチャーはイギリスの自転車部品メーカー。現在は台湾に移転。自転車、モーターサイクルの回転部分を製造する。英語ではスター名アーチャー。1902年にイギリスのノッティンガムでヘンリースター名とジェームズアーチャーが創設した。日本ではスターメあるいはスターメと英語では SA と略される。フリーホイールやハブなどを製造していたが、特にリアハブに内蔵した変速機である内装変速機は名高く、1939年に発表した内部に優勢歯車機構を密封した傑作機オータムウィンター -3 は、その後現代まで続く内装3段変速機の原点である。その後クロスレシをワイドレシを4段変速。 5段変速モデルなど、多数の内装ハブモデルを開発した。2000年に台湾のサンレースに買収され、2001年にサンレース、スターミーアーチャーに改名した。生産拠点は台湾に移り、その後8段の内装変速機を開発している。スターメーアーチャー自転車用3段変速内装ハブギア、スターメーアーチャーオータムウィンターマイナス3の、 分解組み立図オータムウィンター -3 は、現在までの内装変速機の原点といっても過言ではない。半世紀以上にわたって生産されており、開発当初は、ラレー等の往年のロードスターの上位モデルに搭載された。現在は、日本や日本からの輸入が多い国では、島のウィンターさんの採用も多いが、パシュリー・モールトン・ブロンプトン等の小型折りたたみ車ほか、英国自転車では、 スターメイアーチャーの内装変速機が使われている。ありがとうございます。